ロ18号でございます。最高新球場着きました。はい、ということで今日から広島3連戦でございます。はい、なんと3立てしたらマジック一気に減って5になります。5になります。先発ピッチャーが村上投手、大竹投手、伊藤将司投手、みんな3人ともね、9勝なんでね、みんな勝ったら2桁2桁10勝なんでね、もう全員勝ってほしい。あ、グッティグッティグッティ、はい、ですよ。お久しぶりです。ね、勝つぞ今日は。あ、勝つぞ、ほんまにね。すごい。あんまり最近連絡なかったやろ俺。はい、あんまり、はい、久しぶりやんな。久しぶり。東京行ったんやんか。東京、東京行ってました。東京ドーム、はい、ほんで帰りしに、はい、東京駅で、はい、あの6輪車、あ、つけ麺食べてた。つけ麺屋さん行ったやろ。食べました。その時またみんな食べてる中ズルズルズルって鼻噛んだよ。鼻噛みました。前から注意しとったよ、はい、鼻かまんとって食事中は、はいはい、あの時も鼻ブルー噛んだよ。ズルズルズルって麺みんなすすってんのに噛みました。揚げ句の果てにはその噛んだティッシュをラーメン鉢にポーン入れて捨てて帰ったやろ。やめましょうよ。そっから僕ちょっと距離置こうかな思って。なんでちょっとね、それだけ距離置いてるんですよね。この結構付き合い長いよ。5年6年以上の付き合いで。いや、分かります。それだけ。鼻噛むならまだしも、その噛んだティッシュをラーメン鉢に捨てて帰るっていうね。いやどうせ洗うでしょう言ってましたけどね。まあ、そういう問題じゃないよね。まあ、そっからちょっと距離を置こうと思いまして。いやはい、ちょっと疎遠になってたんですけどね。それだけで、はい、今日やっていけるかな。お願いします兄さん、仲良くやっていけるかな。もう全気をつけるんで。ほんまやろうな。ということで、はい、そんなこと言ってられません。阪神大事な試合でございます。広島3連戦絶対勝ちましょう。それでは甲子園球場へ行ってきます。お待ちますい。お腹の中見せて。いかんよ、もう怒られるかな。ベルト、俺、わわ、何か見えない。これ何よ。カード見て、カード。いや、巨人バカ。巨人。キラキラカードね、キラキラカード。キラキラカード、キラキラカード、お前、キラキラカードある。やった。これあかんよ、これ。これダメ。あ、ちゃうね。渡されたんや。陰謀や、陰謀。応援歌覚えたやんな。一個がもう。え？梅つかめ、こんな田舎は、こんにちは、ブルースリーグ。めっちゃ見てるやん。カンニングしてるやん。カンニングしてる。わかんない。つくねでございます。牛タンつくねでございます。つくねのあの入れた方がいいっすよ。牛タンカレーパン、牛タンカレーパン絶対うまい。よいしょ。あんま、うまい。牛タンが入っとるわ。あるやろ。あるやろ。これやったらええやん、これ。
アピールしろって。アピールタイムス。好きなタオル売ってるのがこれだろ。勝ちました。いや俺
正解俺アップいやおかしいでしょなんで俺アップやねやらしたねぼーっとしましたわやったぜイエーイ今日は福井環奈さんもお久しぶりに久しぶりでーす来てくれました久しぶりね途中から隣に座ってね一緒応援しましたけど安心勝ちましたやったぜどうぞ今日の試合すごいよかったどうだったいやもう最高ですよ甲子園がやっぱりねこれ近いな近いな俺にコメント求めるなはいということで安心勝ちましたやりましたよかった勝ったはいいや今日はね森下君の先制ホームラン、はい、もう出が打った瞬間やったね打った瞬間出ました10号ですよすごいいやほんまにいい選手取りましたドラフトで10本でございますそして里輝もね、はい、18号バックスクリーンとかね打ってホームラン、うん、目の前飛んできたんですあ目の前飛んできためっちゃ良かったですねサトテルも18号ということでねもうちょい頑張って20本、打ってほしいねそしてなんと言いましょう村上頌樹投手8回途中わずか1失点のピッチングで、うん、はい、はい、出ました2桁10勝目でございますありがとうございましたはいいやいや村上くんこれあの新人王行くでしょう、そして最優秀防御率もね、取ってくれると思います、はい、はい、もう木並くんもねはい、2人とも今日、はい、木並くん、惜しいの、はい、お、なんかあれやね2人、付き合ってるみたいねやだ、やめてくださいよやめてくださいよなんかやめてくださいよとか言うのも嫌だどうしてもグッて言ってる無理ですかどうしても無理やろどう無理やろ言い切ったでもちょっとは言えや村上投手の後はね島本投手、はい、そして岩崎投手が抑えて岩崎投手30セーブ目ということでおめでとうございますはいやりましたいやほんまに頼もしいね島本投手もね、はいピンチでよく切り抜けてくれますわ、はいはい、岩崎投手も安定のピッチング、はい、安心勝ってマジック10でございますやりました10でございますいやもう時間の問題でしょもうどこでね胴上げするかっていうね、はい、そこだけの問題ということでねいやほんま木浪選手も守備ね、うん、守備良かったね2人とも木浪君の守備もねこれやっぱ2人ともって付き合ってるみたいなだからもうやめてくださいよこれ嫌なんやってこれこういうのにもこういうのにもあんまりというかちょっとあの森下選手がね途中であのフェンスに当たったボールが直接あの頭に当たってね、途中交代ちょっと心配ですけどね森下選手も守備もねナイスプレーでお前助けてくれました10本おめでとうございますほんまにね怪我無事やったらいいんですけどねはいということで阪神タイガース明日も明後日もね、まあ勝ちましょうちょっとね、まあ、勝ちすぎたらね、ちょっと甲子園で胴上げ見れなくなってしまうかもしれんというね可能性も出てくるんですけどもね、大竹投手も伊藤将司投手も10勝かかってるんでね、ぜひ勝ってもらいましょう勝ってもらいましょうということで阪神タイガース勝ちましてマジック10止まりませんこのまま一気に、ね、マジック減らしましょうということで以上甲子園球場開始でしたありがとうございました